車バッタもどきは、バッタ、メバッタ科の昆虫。背面に地帯の白いクの模様があり、X の形に見える。体長二28から30ミリメートル、メス45から55ミリメートル。車バッタによく似ているためこの名があるが、やや小型。後ろ羽ネの車状の模様は、やや薄い。また、飛ぶ時に葉音を立てない。背中の半円状の盛り上がり方が少なく、 体の模様もやや異なる。顎が体色と同じのが区別する良いポイント。また、語形節は、オスのみ赤い、顔を正面より見たとき、車バッタよりやや下膨れになり、複眼は丸みが強く飛び出ているように見える。また複眼に入る筋模様がよりくっきりしている。死ゆとも体色は褐色が多いが、車バッタほど鮮やかではないものの、緑色の個体もいる。 飛翔性は、殿様バッタには及ばないものの、車バッタよりも小柄で羽が長いためか、車バッタよりも早く長距離を飛ぶ。車バッタと違い、後ろ足と甲子を擦り合わせて発音することもある。北海道、本州、四国、九州、朝鮮半島。草原生活地上性若い幼虫は草に登ることもあるが、大きくなるにつれ地面で生活する。 基本的に乾燥した草がまばらな環境を好むが、適応力に富み、比較的湿潤な環境にも見出される。本来の生息場所である海岸では特に個体数が多いが、格乱により他のバッタ目昆虫が勢力を弱めたり、いなくなってしまったような環境でもたくましく生活する。例えば、住宅地内の空き地や、墓地内の路肩といった、比較的粗末な環境でも繁殖を繰り返す。 そのため近似種車バッタよりもはるかに普通に見られる。負荷は4から6月にかけて長期間にわたる。そのため羽化もバラつきがあり、早いものは6月、遅いものは9月に入ってから羽化するものさえある。この生育のバラつきは同様に適応力に長ける近似種とのさまバッタの年数回発生するシステムとはまた異なる適応戦略であると考えられる。 オスはメスを見つけるとすぐには背に乗らず、まずメスの機嫌を伺う,うようにしながら、前バネを後ろ足でこすり発音し、メスがそのまま逃げなければ、背に飛び乗ることができる。交尾する気がないメスは、飛んでオスから逃げてしまう。背に乗ってからもしばらくは、メスの機嫌を伺い続け、メスに気に入ってもらえた時点で、やっと交尾が成立する。オスは腹部を S 字状に曲げて、メスの腹の先を掴み、 交尾が行われる。交尾が済んで、卵が成熟したメスは地面を掘り進みながら、腹部を普段の2倍以上伸ばし、産卵する。卵は非常に細かい泡でくるまれており、生まれたばかりは白いが固まると薄い赤褐色となる。メスは力尽きるまでの3ヶ月間の間、3から6回ほど産卵する。ありがとうございます。